GZK 限界、または GZK カットオフとは4019エブ以上の高エネルギー宇宙船は宇宙背景放射のマイクロ波との相互作用によりエネルギーを失うため地球には届かないという予想である。1966年に米国のグライジン、ソビート連邦のザットスピンとカズミンが提唱した。提唱者の名前の頭文字が故障の由来である。 予想とは4019エブ以上の宇宙船は1.5億光年程度の間に必ず4019エブ以下になるというものである。しかし、オーマイゴット粒子や1990年から1997年に東京大学宇宙船研究所が山梨県明野村に設置した明野広域空気シャワーアレーでの観測によりこの限界値を超えた高エネルギー宇宙船が観測され、 飛い方向にはエネルギー源となる天体は発見されなかった。アガサの観測結果から高エネルギー宇宙船の到来頻度は100平方キロメートルあたり1年間1個程度。この謎を解明するために2008年からユタ州に建設された観測施設によりテレスコープアレイ実験が行っている。ありがとうございます。